仕事みたいな。とあるお仕事の。よし。臭いな。じゃあちょっと見えないかもしれないですけど、レッドブル乾杯。うん。ただ先日イギリスのね、今ラジオでワクチン打ってますけど、ワクチンの感じで言ってますけど、私も2週間前打ちました。今のところね、まあ翌日筋肉痛が出たぐらいで。特になんか発熱とかめまいとかなんか副症状みたいなのは出なかったので良かったんですけどね。うん。レッドブル美味しい。うん。レッドブル。最近出たね紫のやつ美味しいです。うん。いやーいいね。深夜のドライブ繰り出します。まあぶらりとね、首都高をまあ C1 中心に1回転ぐらいかな、2回転ぐらいしちゃうかな、余裕あればねしたいと思います。ちょっとね、梅雨の、まあ、なんでしょうね、なんだか連日ね、雨模様で、ちょっと今日ぽっかりね、晴れになってるんでね、まあちょっとチャンスかなというところですね。梅雨の谷間ですね。僕らが好きな谷間、谷間ですよ。谷間を狙ってドライブでございます。さあこの車はマイカー、改めて説明すると、これは2016年式のデミオで 15MB っていう、まあモータースポーツベースの 1.5 リッター排力の車になってます。6速 MT でございます。まもなく右方向です。その先斜め左方向です。まあね、デミオとか、まあ、15MP とかマツダのマニュアル車とか検討されてる方はね、ちょっと定期的にこういった動画を発信していこうと思うんで、よかったら参考にしていただけたら幸いです。しかしね、デミオはね、扱いやすくていいですね。まあ車自体もそうですけど、マニュアル車もね結構いいんですよ。ね、前乗ってたねビッツ RS と比べ物になんないですよね。ああ外観のふもとにファミマがあったですね。結構ね外観はね防音壁でね仕切られてるんでね、意外とね周りの景色が見えなかったりするんですけど、あるんですね。もうアイドリングストップかかると本当静かですね。工藤静香、あなたに通じ合うだっけ目と目が通じ合う通じ合うどうしつかもね、曲80年代っぽい歌番組の歌ってる姿見たんですけど、完全にバブリーですよね。なんかレースクイーンかなんか高級ラウンジにいそうな、目と目で通じ合うとか言って、ね、あーやばい、レッドブル飲んだから変なテンションになってきた。あーこんなところにコインランドリーがあるんだね。
最近コインランドリーが結構増えてますよね。よいしょ。マニュアル車なんでね、加速するときはギアをね、下げないとね、あれなんで、今ちょっと枯れではないですけど、若干ちょっとね、今エンジンを吹かしダウン落とした感じですけど、多分全く暗くて映ってないでしょうね。てかそもそもアングルがそういう映りになってない。珍しいね、これ。何これ、すごいね、これいいんだよね。ああもう完全にあれか、イエローカット押しでやってるってこと。あれ、ああびっくりした。そうそうそう、今みたくね、そうデミオね、アイドリングストップかかるのはいいんだけど、なんかねタイミングがねずれるとね、なんか演出したっぽくなるんですよね。ちょっとやっぱり切りましょう。危ない危ない。前ねエニカでね貸した人にもやっぱ言われたんですよね。やっぱちょっとアイドリングストップかかるとね、ちょっと慣れないってね。AT だったらねいいんですけど、 MT はねクラッチをね離した瞬間かな、がアイドリングストップの解除になるんですよね。だからね今みたくね、なんでしょう、割とクラアイドリングストップがかかってエンジン停止してすぐさま、クラッチまた踏んでね発進しようとした時にね、エンジンがねかかるのが追いつかない時があるんですよね。それがちょっとねやっぱり、ギクシャクシャかな、なんか一瞬延焼したかなって思っちゃいますよね。この道路ってこんなに2車線だったっけな昔。今走ってるのはね埼玉県道54号線っていうところなんですがね、およそ 700m 先木曽根左方向神田名通り首都高速方面です。お、松田のお店がある。もちろん、うわちょっと待って、すげえ、何これ浸水してるね。あらららら、まあここら辺もね、もともとね湿地帯だったんじゃないかな。多分。めっちゃ浸水してましたね。今日はちょっとね、昨日昨晩かな、割と強い雨だったんでね。さあ間もなく首都高ですよ。間もなく左方向です。橋桁の下なんで、なんかちょっとなかなか寂しいというか、なんていうか工場っていうか、なんていうんだろうな、まあなんかアウトレイジな雰囲気がありますよね。なんか北野武史映画に出てきそうな失礼か、そんなこと言ったら。ヤシオの皆様に。さあでここから首都高ですね。あここっすか、料金所っす。料金所です。その先高速道路出口です。は、
快適ですね。さて首都高マップ的には C1 で江戸橋あたりがなんか工事してるかな。今赤くなってましたね。さて小菅ジャンクションですね。合流のこの点線がねちょっと最近改修されてね、手前じゃなくてもっと奥にね今みたくなったんですよね。多分渋滞あれかな、なんかねもっとね先で合流してくれよっていう意図があるのかなとは思ってるんですけど。さて向島線です。スカイツリーがてっぺんだけ輝いてます。隅田川もね緊急事態宣言終わったら結構またライトアップをね再開し始めたんで、まあいつものね夜景が美しい路線に戻りつつあるかなといったところです。なんか街の、ああやっぱりね橋とかの明かりが若干まあ消えてるやつもあるけど、なんか川がやっぱ明るくなってますね。およそ 5km 先、車線規制があります。わあスカイツリーあれか、てっぺんはもう雲で隠れちゃってんだね。ちょっと怖いね、なんかドラゴンボールに出てきそうな。やっぱ C 版があれかな、楽しそうだな。楽しそうって言うとちょっとあれだけどね、いろんな車が見る動くモーターショー C 版都心環状線。しかしね最近ね私事ではありますけど、めっちゃねガッキーにね似たことね知り合っちゃいましてね、とね、なんでしょうねこれは、ハニートラップでしょうか。まあ考えすぎでしょうか。いやめっちゃね、あのガッキー、ポッキーの CM に出てた頃のガッキーかな、ちょっと髪が長い、めっちゃ似てるからねびっくりしちゃったよ。この先左からの交流があります。まあねそう言ってね、人の交流もね、徐々にね、まあ感染対策はちゃんとね、しつつね、濃厚接触にならないようにね、気をつけながらやってますけど、箱崎パーキングは空いてるんですね。箱崎じゃないや、駒形だねこれはね。小崎は、ね、閉鎖されてるからね。いやね首都高はねまあね補修工事はもう年がら年中やってますけど、こういう工事の計画とか立てるのは結構あれですね、なんか大変なんだろうかやっぱり。ちょっと危ないね。左からの合流があります。さすが箱崎、結構いろんなランナーっぽい車が走ってますね、出てきましたね。さて C1 でございます。車線規制があります。あれ RX8 なんかどっかで見たことある気がするな。なんかすごいな、なんかいろんな車に囲まれてますよ今。結
結構パトカー走ってますな。なんだろうな、内回りの方がパトカー走ってる率が高いような気がする。気のせいかな。なんかあんまり外回り見たことないんだよな。なんか同じ車は後ろの方ですけど隊列走ってますね。何かのミーティングだろうか。隊列でゆっくり走ってるな。ウケる。ぜひ捉えたいんですが、ね、後ろ走ってるんでちょっと捉えらんないな。谷間ジャンクションを過ぎると工事になりそうですね。谷町この先合流があります。やっぱ男の子が好きな谷間ジャンクションですね。この先左からの合流があります。さあこれは左側が規制かな。2個前にフィアットかな、かわいいのかな。お、移動オフィスだ。移動オフィスいるんですね、深夜はやっぱり。だからなんかゆったりなんだみんな。おお、危ない。どうした今の。前の車大丈夫かよ。ぶつかりそうだったんじゃないか。あ、なんかパッシングしてる。すげえ。お知り合いなのかな、それとも煽り。なんかアルファードがパッシングしてる。クラウン怪しいね。でも白線はみ出してなんかちょっと雑な運転だから違うな。あれは覆面じゃないと思う。しかもあんな古いゼロクラウンもう使ってないっしょ、さすがに。警視庁もね。お、レクサス UX だ。やっぱり横一本線のテールランプが主流なんでしょうかね。ハリアー、ベゼルもそうですしね。なんならノートもそれっぽいような感じですし。右からの合流があります。そうなるとね、松田の車もね、どういう感じになってくるかね。特にね、このデミオンというか、まあ、松田2のね後継がね、いつ出てくるかは注目なんですけどね。今年の秋っていう噂もあれば、来年っていう噂もあればで、まあ一つ言えるのはデザインはね、まあおそらくどうでしょうね、 MX30 っぽくなるのか、それともなんか CX5 みたいなもっと彫りの深い、ね、感じになるのか、ちょっと要注目ですね。さて2周目 C1 でございます。お、元トイレ休憩所に、まあ、結構集まってますな。あそこは元トイレ休憩所は今もあって休憩していいんだろうかね。結構たまに止まってますけどね。めっちゃ速い車が。おお、 STR のインプだ。エスティマ懐かしいな。なんかな、エスティマ久々に見たのか。車線規制があります。お、結構なかなかなレーサー。おーおー、すごい。こだまするエキゾーシチストサウンド。この先1分があります。おー、懐かしいなぁ。2代目アテンザかな。懐かしいっすなぁ。
なんだかんだで2代目アクセラーテンザを乗ったことないんだよな。ついでにまあデミオもだけど、そうなんだよな。結局なんかなんだかんだで乗らずにやり過ごしちゃったな。初代アクセラとかはねよく乗ったんですけどね。おお結構速い。すげえな。何の車だろう。ワーゲンかな。うわすげえ。すごいね。一気に盛り上がってきました。RX7 かな。最高尾。お、いい車。お。ノートかな。おー、ポルシェ。もう一周しちゃおうか。もう一周したくなっちゃった。今の見るとね。およそ 1.5km 先、車線規制があります。おー。あれー、なんか。デミのステッカー貼ってる人がいるね。絶対あれでしょ。絶対デミのステッカーだね。だね。だ車とツイッターの名前と YouTube の名前が全く一致しないんだよな。誰だろう。いやでも明らかにデミのステッカーだな。この先右からの交流があります。すごいな、デミのステッカー貼ってる人が何気に初めて見たかも。うわ渋いね、メルセデスの昔のメルセデス。おお、スープラ、やべえ、スープラ、赤いスープラだ、最新スープラ、やべえな。こうして、おお86、ラパンいいね、やんちゃなラパン。お、アルファードかな。やんちゃなラパンいいな、ちょっと乗せてほしいな。いやしかしな、新型スープラ乗ってる人いいな。赤い、さっきの赤いのね。この先合流があります。やっぱ車高がね低いというか、低い車はやっぱかっこいいですね、フォルムがね。おお、またシステムが見えた。何気に首都高エスティマ率がまあ高いって感じじゃないけど、なんか定期的に見るな。エスティマ好きがいらっしゃるのかしら。さすがに C1 をね抜けるとまあ落ち着きますな。おお CRV なんてあれですね、久々に見るな。意外と CRV ちょっとなんか今度借りたくなるな。意外とリアかっこいいな。どうしてもね、ベゼルに隠れがちですけどね、CRV ね。ああ、こっから80キロ区間。いやーね、デミはね、高速でもね、割とね、ぐいぐい、まあ、瞬発的じゃないですけどね。トルクモリモリな感じで加速してくれるんでね、なかなかそれがこう痛快というか、まあ、使い切ってる感があるんですよね。ちょっとねギアをね4速に入れ直せば落とせばもっと加速するんでしょうけどね。まあズボラなね僕だとちょっと、ね、めんどくさくなるときはまあ高速でね、サボっちゃうっていう。でもサボっても
大丈夫みたいなね。ここはいいですね。すごいな、なんかな。レジデンス八潮とか。なんかな、新しい。お店というかいいお家が多いな。さあそういうわけでね、ちょっと気ままに深夜の首都高ドライブを観光してみましたが、まあやっぱりね、やっぱ C1 はなかなか今夜はね、いろんな車を見れて、やっぱりモーターショーでしたね。またいつかお目にかかる時が来ればと思います。それでは、チャンネル登録、いいねよろしくお願いいたします。ツイッターもフォローしてねツイッターは説明欄に書いてあるよ。ではでは。